のでお気をつけください。この時電波を発する電子機もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は第2ターミナル59番ゲートに到着する予定です。乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発案内があるまでお待ちください。皆様、スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。